県はね、やっぱキャミーで行った方がそりゃ良さそうですから、ね、そうだね、確かに。あのね、今のところキャミー使いたいなと思うのはガイルとケンです。あ、まあ、そのガイルか、確かにガイルはそうだね、そうっすね、ガイルはね、やばいっすね、あれやっぱちょっと、やっぱその、やっぱ大黒さんかなりヒーヒーですから、本当に相当バチバチの、大黒さんに立ち回りで圧殺されるっていうのが結構多いんで、かなり、まあ大黒さんはその、貶めてるわけじゃないんですけど結構大黒さんはね、まだでもガイル使いとしての、うん、その、なんていうの、うん、距離の取り方はまだね習得中だと思う、なるほど。ただ下がってソニックを打つとか対空のうまさはもうピカイチだね。いやそうなんですよ、うん、対空うまい、対空は本当にうまいと思う。だからキャミ戦苦手なんだよ、あの人対空関係ないから難しいから。ああ、なるほど、そうね、これはうまいのになみたいな感じ出すんですよ。前になんかさ、その最終巻で当たった時もさ、うん、はい、樋口と当たる時が、結果的に当たんなかったんだけど結構ガイル戦やった時あったの、うん、ジュリで、あ、そう、ジュリでね、あ、ジュリで、うんうん、でもなんか最初の3先だったら勝てそうだなみたいな感じであったんだけど、で終わった後にちょっとなんかせっかくガイル戦結構やったからちょっと樋口にちょっと招待を送ろうって言って、あのカスタムで招待を送ったの、でカスタムで招待を送って3先3セットどうですかって言ってやったんだけど、その樋口が配信しててもう喋りながらやってんだけど俺この組み合わせあのやったことないんだけど、ついたことないんだけど、でもこれめんどくさいよなとか言って終わってるだろあいつ。だからそのぐらいでその孫さんやられたってことでしょ。で最初の3先勝ってる時はいやこれ言うてそんな結構有利じゃない気がするわって言ってて、で次のセット俺負けて、で最後のセットも結構しょられ気味になって、んー、やっぱガイル有利ですねあいつね、あいつ正直なやつですよ本当に、あいつはで今までジュリ戦をやったことは基本的にないらしい、やっぱりそのガイル使いっていうのは、言うてまだ レアキャラだよね、まあ、確かにジュリちょっと少ないマークするキャラではないからっていうのがあって、結構ねガイルはさすがにちょっとキャミーどうかなと思ってる、うん、なるほど、だからちょっとさすがにちょっとね、あの考えなきゃいけないなっていうふうに思ってる。2キャラに対してっていうんだったら全然別に動くような気はしなくもないですけど、まあそれが難しいんですよね。他はねわりかし結構、まあ、ジュリでいいんじゃないかなって思いつつあるかな、うん、いやでもそう思ってやんないと、はい、なかなかキャラ変更できないよね。できない、うん、確かに、もう全部このキャラで行くんだっていう感じじゃないと。いやでもね、 今までなんかそのスト5の時っていうか、まあ、スト4の時からはあるんだけど、そのかぶせで行くって決めた人って何回かいる、何人かいるじゃん、うん、やっぱりねそんなに活躍してない、やっぱかぶせで行くって決めた人は、うん、実は確かにな、なんか用意しましたみたいな、ね、きつい状況とか勝てなかった理由をキャラのせいにしてしまうっていうのがあるから、うん、その実際そのきつい状況にこそそのキャラを本質的に伸ばす部分が結構あったりとかするわけよ。勝たなきゃちゃんと、それの中でその嵐じゃなくてちゃんと勝とうって思った時にそのキャラの本質っていうか伸ばすポイントが出てくるんだけど、そこを伸ばすっていうことをしなくなっちゃうんだよね、うん、キャラを変えるってなると、うん、このキャラ使おうになっちゃう、この組み合わせじゃあガイルに対してはちょっとジュリじゃねえか、まあキャミだよねなっちゃうと、その解決方法がキャミーの方に行っちゃったりとか、そのキャラを変える、キャミーがダメだったらいやこのキャラもっといいキャラいねえかなって探し始めるっていうのがよくあるパターン。無限にありそうっすねそれ。確かに、いやなかなかうまくいかないよ。しかもこのゲームはやりづらいと思う、やっぱ管理しなきゃいけないリソースがたくさんあるから、うんうん、早いっすよね。そうキャラごとにね全部それを、ね、ある程度やっぱりうまくねゲージとかを活用しないと強い人たちに勝てないからね。まあ、まだね、システム理解度っていうかそのゲーム性がまだ理解されてないから全体的にね、うん、まだなんかそのシステムの理解とかだけで割と差をつけることもできるかもしれないし、本当は不利な組み合わせがなんとかなるってこともねあるわけですから、まだ全然わかんねえなっていう。だから現段階では俺は結構割とジュリ1本でいいんじゃないかなって思ってる。なるほど、きつい組み合わせもいるあるけどね、そこ一生悩んじゃうところですからね。まあ、ただちょっとジュリみたいな弱キャラ使ってるとそう思っちゃうんだろうな。なんか難しいな、まあ、剣使っときゃそんなことは思わないんですけどね。いや剣は結構最近ちょっとあなた悩んでるでしょう。いやいやいや、疑いがあるでしょ絶対に。剣ガイルめっちゃ苦しそうなんだ。いやいや、あれは樋口がうまかっただけです。あ、そうっすか。あなた俺は大黒には勝てるよ。俺分かりますよプルペレイで。え、さすがにちょっと今不信感すごくないですか。いや剣に対して
うん、なんだかちょっとなんかそのちょっとなんか肩を並べてるみたいな扱いされてルークに対してちょっと不満出てません？大丈夫ですか？いやいや全然だってルークに言った桃さんもあんな感じになっちゃってるから。いやいやいややっぱ剣でよかったなと思ってますよ。いやいやいやあなたのチームメイト難しいって。あなたのチームメイトはまあすごいことあってますけど。確かにね。ボンあれはまあそうだね。あいつがなんか剣は甘えてるっしょみたいな感じで言われたら俺は納得いかないけど。いつもの始まった。いつもの。いやでも最近はやっぱねちょっとね、うん、あの彼もあまりにも勝ててるので、あやっぱルークに対する信頼感がどん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 出てきた。まあさすがに。でもちょっと前までは、はいはい、いや剣使って何なのみたいな。それさすがに俺がやればよ。出てた。それは出て、そこまでは言ってなかった。あそこまで言ってなかった、ね、俺のベが強そうじゃないって言ったのがことの発端だから。スト5やべえやべえ。マジで、ね、結構キャラに関してはいろいろ考えてんだよ。あるんだ。メナトがきつすぎて、はい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 、なんかアレックス行こうかとか。ボンさんがすか？ボンネカリを。あーネカリあった。ネカリあった。あったんだよね。なんかちょっとあったわ。それを経て今の強さがあるっていう。なるほど。そういやしかもまあルークに対しても結構不信感途中あったっぽいけど。まあ確かに、ね。今はやっぱねクリスフォンの優勝からもう結構世界変わったわやっぱールーク業界。まあそうだね。やっぱ勝ってるプレイヤーが増えてきたから、なかなかルークも。そうですね。じゃあちょっとうちの試合の方の結果いきましょうか。確かに確かに確かに。まあここはもういいです。